世の中には危険な職業が存在します。その中でもほぼ漏れなく悲惨な末路を遂げるのが韓国の大統領です。良くて身内の逮捕、悪ければ死が待っています。中間で投獄といったところでしょうか。それでも大統領という圧倒的な権力に人々は吸い寄せられていくんですね。そんな法則に従ってまた一人の男が地獄へ向かっています。韓国大法院は29日、収賄罪に問われ2審で懲役17年などの判決を受けたイ・ミョンバク元大統領と検察の上告を棄却し、実刑判決が確定した。罰金130億ウォンと追徴金57億ウォンも課される。保釈中の医師は収監される。韓国では退任後に刑事事件で起訴される大統領経験者が少なくない。実刑判決が確定した元大統領はチョン・ドゥファン、ノ・テウ、パククネの3氏に次ぎ医師が4人目となる。韓国検察はムン・ジェイン政権下の2018年3月に医師を逮捕、その後起訴した。起訴状によるとイ元大統領は2007年から11年にかけサムスン電子から賄賂を受け取り、その見返りとして有罪判決を受けていた同社のイ・ゴンヒ会長に特赦を与えた。判決は医師が実質的に保有する自動車部品メーカーが米国で起こした訴訟費用をサムスンに肩代わりさせたことが89億ウォンの収賄にあたると認定した。同メーカーに裏金作りを指示し252億ウォンを横領した罪も認めたと。まあこのように懲役17年の刑が確定したということですよ。今78歳で懲役17年って死刑宣告みたいなもんですよね。もちろんイ・ミョンバクに問題があるにしろ、韓国の大統領まで務めた人間の末路がこれってどうなんでしょう。韓国は一体いつまでこんなことを続けるのか。ムン・ジェイン大統領だって人事ではありませんよ。今は権力の座にあるからいいものの、この椅子を失ったら彼もどうなるか分かりません。また保守派の政権ができたらやられちゃうんじゃないですか。イ・ミョンバクもパククネ大統領時代はまだ良かったわけですよ。まだ同じ系統の政権でしたからね。ただムン・ジェイン政権になってですね、この政権の系統が変わったことによって、まあ両方やられちゃいました。前のものを全否定するにしたってやりすぎですよね。でもその傾向っていうのは韓国の国柄というか、だからその以前あったその日本統治時代っていうのも全否定するわけですよ。韓国の伝統行事ですよね。これってアメリカで例えてみると、民主党オバマ政権から共和党のトランプ政権に移り変わって、このトランプ大統領がオバマを逮捕させるみたいなもんですよ。今だと万が一民主党バイデン政権が誕生した場合、トランプを逮捕させるみたいなね。そういうことを韓国はずっとずっと繰り返しやっているんですね。ただ今回に限ってはまだ命がある分まだマシなのかもしれない。日本人の僕からすると今回の件というのは悲惨だなと思いつつ、ちょっとだけざまあと思っている自分がいますね。というのもイ・ミョンバクというのは竹島に不法侵入して日韓関係を悪化させた男ですからね。当時すでにレイムダックだったからこそ、このイ・ミョンバクというのは反日でアピールしたということなんでしょうね。さらに天皇陛下への謝罪要求なんていうのもありました。訪韓したければ、謝罪しろと。いや、するわけねえだろうと。今後何もなければ17年のお勤めになるイ・ミョンバクさん、本当に長いですよ。でも大丈夫、あなたは一人じゃない。同じような境遇のパククネさんもいらっしゃいます。そして法則に従えば現職のムン・ジェイン大統領もそのうちそっちに行くでしょうから、待っていてください。ムンさんがこう行ったら、こう入れ替わりで出てくる可能性っていうのもなきにしもあらずですからね。まあ韓国ですから、もう本当に何が起こるかわからないというところで、もう予想するだけ無駄です。最後にお知らせなんですが、僕も連載中の週刊新潮最新号が発売になっておりますので、ぜひお買い求めいただければなというふうに思います。あとですね、今日の昼に動画をアップしたんですが、新企画として朝刊のね、まあその新聞の朝刊、読み比べるっていう企画を始めましたので、まあ、ぜひそちらも見ていただければなと思います。その第1回目を見ていただければどういう企画かっていうのは、まあ、ご理解いただけると思いますので、はい、そんな感じです。チャンネル登録もぜひお願いします。